タケチャンネル投資の学校。テクニカル分析、チャートの勉強をしたいのですが、何から勉強すればよいですか？日経新聞を読んでもですね、多分5日移動平均線がどうだこうだとか、25日移動平均線がどうだこうだとか、あるいはゴールデンクロスしましたとかですね、デッドクロスしましたとか、まあそういう言葉がいっぱい出てくると思うんですよ。で、いや、出てきてるかもしれないけど、見たことないし、あんまり意味もわかんないし、どうしようかな、思われてる方おられると思いますけれど、とりあえずですね、まず最初に、よく使われる、チャートの一つの1日の株価の値動きを表す、ロウソク足というやつがございます。で、例えばですよ、日経平均が今日の朝1万、2万8000、例えば800円で始まりました。で、その後2万8700円まで1回下がりましたけど、その後じわじわ上がって、大引けは2万9000円でした。で、高値は2万9100円でしたっていう場合に、この場合は最初の寄り付きの値段2万8800円よりもですね、2万9000円の大引けの方が高いですね。つまり、最初よりも最後が高い。こういう場合をですね、白抜きで書いてですね、で、一番安かった値段、2万8700円をピッてこう下にヒゲを書いて、で、一番ヒゲの下が700円。で、今度は2万9100円が高値でしたら、その一番上をヒゲを書いてですね、こういう白抜きで上にこう下にヒゲがあって、パッと見ると、なんかロウソクみたいに見えるんですよね。で、これをロウソク足チャートって言います。で、この株は午前中朝一番よりも5番終わった時に力強い動きになって、それぞれ高値安値があったんだってことを、見た瞬間に分かる。これを日足と言います。日足のロウソク足チャートと言います。で、これを週の初めと週の終わりであれば週足ってなりますし、月の初めと月の終わりであれば日足っていうことになりますね。こういったものを例えばご自分でつけていかれる、この一つの勉強になりますよね。短期的には5日の移動平均線っていうのがあって、これは例えば日経平均で言えば、昨日と昨日から数えて5日間のその値段、終わり値です。終わりの値段を全部足して、5日ですからそれを5で割る。そうすると終わり値の5日間の平均が出ますのでね。そうすると毎日はこんなふうに動いてますけど、終わり値の平均だからちょっと柔らかくなるわけなんです。しかしその平均が5日間なんで、割と短期的な値動きを表す。これが25日でやると、だいたい1ヶ月ちょっとぐらい。1ヶ月今、30日のうちにだいたい株式市場が空いてるのが20日間ぐらいですから、25日移動平均線というと、だいたい1ヶ月と1週間ぐらいの感じですかね。値動きを、の終わり値を全部取って平均した。長いやつではもっと200日とかもありますね。あるいは26週とか52週とかいう言い方もします。26週っていうのはほぼ半年です。52週っていうのは1年ですね。だから結構長い、そこまで今すぐやる必要は全くないと思いますね。ですからまずはロウソク足チャート、それと移動平均線、この辺をまず覚えて、あとその次にやっぱりやるべきこととすると、騰落レシオですとかね、これになってくるとちょっと言葉の意味をよく勉強しなきゃいけなくなってきますが、まずは移動平均線とロウソク足チャート、これをしっかりと体験していただいて、そこから始めていけばいいんじゃないかなと、こんなふうに思います。ご視聴ありがとうございました。質問をお受けいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。